and the Fonda。いやでもなんかちょっと流れを感じるな、だいぶ勢いが変わってきた気がする。うん、いや今のカットいいで、そう後ろくん、はい、ほんまに何も起きんかったんよ、はい、今まで、はい、うちはこんなこと言ったんですけど、はい、俺意外とそういうのアレルギー反応起こさないんですよ。いや、この人本当にダメなんだなと思ってたけどね、うん、アレルギーはもう勝手に起こしてくれ、あんま俺に向かって言わないでもらっていいですか。アレルギーは勝手に起こしてくれたらいい、はい、それはって言ってて、助走期間で何とかなんとかって言ってたからまず出せよ。仲良くしようよ。ただ死ぬほどテンションは下がりました。ああ正直ランチタイム、ランチタイム、もう時間じゃないですか、お昼ご飯ですか、まずよくない、そういうとこさ、流れ気にして。はい、はい、お腹も膨れたところで、はい、このままじゃいかんのじゃないかと、はい、なんで、はい、2人はそれぞれの道に進んでもらって、はいはい、お小遣いは1万7000円まで、はいはい、なんとか絶対に守ります、死守して、はい、わかりました、じゃあ移動します、トントンを目指してください。わかりました、バーサスかな、うん、バーサスに行きたいと思います。よさジャグ、よさジャグは空いてない、オッケー、よし、さあざっと2時間だね。いや苦しいなりによくしのいでるとは思うんですよ、かなりディフェンシブなね機種選択になっちゃったんですけども、何しろ社長5万円しかありませんから、その身の丈に合ったね発スローというのをやらなきゃいけないわけ。まあそういうこともあるわな、やっぱ5万円負けたら積むのに、うん、10万円以上負ける危険のある台にはやっぱりいけんもんな。まあこれうん、やっぱほら一応ヤロー君の金じゃないとかで、やっぱあまりそこを強くね主張はできんよね。いやこういう時こそ社長からくりサーカスじゃないんですかと、うん、で言って打つのはいいんだけど、この際使った金が返ってこないんですよ、その日のうちに。でやっぱ借金を背負わせるのもやっぱ先輩としてはちょっと心苦しいっていうのもあるから、なるだけねそのお予算に応じてコミットしてあげたいというね、これはだからちょっとした親心でもある。おー来たぞ、ほらこれ子役だな、子役は偶数、これも子役だな、あれでも奇数でこれリプレイ揃うね、これはチャンスアップってことになるんじゃなかったっけ、安でもない、お当たりました、右滑ってたっぽいでもよく見たかったけど、やめろ、これ
どっちから押すんだっけ。あ、やろうか、ごめん。あ、セーフ。早いんだよな、ちょっとな。あ、2回見せた。1だからここのことを言ってんのかもう一個あるよなのか。まあけどここのセットがあるだけで歌流れるのもちょっと違う感はあるもんね、断りで言うとね。まあ今マイナス5、600枚ぐらいだと思うんで、もうちょい塊で出玉つかめるようにやっていきましょう。ちょっと中段ズドンやりたいですね。中段ズドン、強水か、つながれ、あってよくないか。これはどう、リリベある時のそれ、これは同じ演出3連続、ほらいいっすね。リーチメベル上段、赤文字でベルなのにリプレイっちゅうやつか。じゃあマックスベット押したからか、察知をしていきましょう。赤、うん、ほら成果が実を結びました。 R ね、当ててえなこれ全問な。ナビ、あ、内部状態によってナビの出現率が変わるんだったかい。ああ、ああ、ああ、全問不正解な。全問不正解でした。結局ね、ボナサッチみたいな調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、まずはどこどこに 何色を狙って、で次に、例えば右上にビタみたいなのが来た時点でも僕はできませんから、雰囲気でやるしかない。違うわ、分かったわ、今日調子良かった理由、ジャケットちゃんと着て打ってるからだ。金ピカに釣られてくんだよな多分台が。あ、ボーナスだこっちって。さあどうでしょうか、ストック。ここまでなんかな、それとも一回潜るだけなのか。すごい、あ、全部白、うん、あるやつやね、潜っとりました。でまだ流れる、あー、ちょっとわからんくなってきたね。これはお、紫の危険は熱いよ、ほら来た来たはい、スイカを狙わないからね。
よしよしよし。ただな 75% かなんかね、ボナチョ、まあ、激アツって言われてるんでよっぽどでしょうけど。さあ何狙おうかな。チェリー絡みのボーナスは赤。赤じゃない。リコイルリーチ目かな。赤、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 白。何の話だったの俺が言ったのは。どこの世界線の話をしてたんでしょうね。白白赤レギュラー。あー出た出た出た、昇格。そうよね、そうよな。白中継はその限りじゃないみたいなやつなんかな。ないでしょう。ナイス中継です。いいね、言った有言実行でしたね。今日はやれておる。まだあると思います。あるでしょ、ある時の演出でしょ。ないんかい。いやもう一回。じゃあ、バーサス移ってきました。こっちの方はボーナス確率が軽いのかな。ちょっとね僕もギリギリの状況なんで、今13本、だからあと4000円かっていうことなんで、なんとかねさっさと当てて、ちょっとでもねその社長が言ってた通り、トントンぐらいにはね戻せたらいいかなと思っております。出玉が飲まれましたね。追加投資これで14。これで15本目。あーまずい。16本目。あー超嬉しい、超嬉しい、これは嬉しいな。うん、これは嬉しい、これは嬉しい、これ当たってるよな。レギュラーボーナス、レギュラーボーナスです。楽はさせてくれない。はい、110ゲーム16本ギリギリレギュラーボーナスですね。さあただこれめっちゃ目押しせんとあかんねんな。ちょっと待ってね。まあまあ1回目はちょっとチャレンジしますわ。これいけへんかったら危ないよな。まあ、失敗するまではこのビターチャレンジしてみたらいいか。あーもうあかん、もうあかん。どこ寝ろたやねん。ほなほな、どこ寝ろたやねん。あかん、もう一気に自信がなくなった。今日はあかん。逆押しね、逆押しで3連狙いね。オッケーオッケー。うん、でこれで何パーとかなんやね。なんで一発目から失敗すんねん。もう嫌やて。ちょえぐない、えぐない。これ多分 75% ぐらいあるはずやろ。そんなことある。え、果敢に攻めた方がいいんかな。もう分からへんわ俺、自信が持てへん。もうまあいいでしょう。はい、いやちょっとビッグ引かしてや。スズメの涙ですね。
ちゃうねん、ちゃうねん。よしよし。これはね、ワンチャンあると思うんや。これはワンチャンある思うんや、俺。いや、ちょっと頼むわ。これ来たやろ。来たでしょ、これ。これは多分来てるはず。うん、斜め、これは来てるはずや。斜めでも外れることあんねんな、花火違って。またお前か、やめろや。ただをずれてくれ。54ゲームレギュラーボーナスです。レギュラーボーナス、やばいわ。ちょっと果敢に攻めますわね。自信持っていこう。うん、ビタ押しね、果敢に攻めた方がいい。うん、ビビってたらあかん。もう、いやでもこれまだ揃う可能性あんねんね。もうあかんわ、もうあかんねん、これもう。なんでミスるかな、集中力ないんかな。なんかでも一回ミスった方が気は楽なんや。確かに、確かにね。あ、気がちっちゃいねな。あ、あーもうクソ、2回さっきと一緒か。いや2回失敗するんやったら、でもやっぱり V 狙いのが、さっきより1個多いんか、 V 狙いの方がいいんかな。どっちがいいと思う？ V 狙いかな。V やな、 V やな。うわ、っていうかなんでないぐらいで、ビッグ1個くれや。ビッグで、ビッグちょうだいや。これは今の入ったんじゃないの。うん、バタン。やったやったやりました。やった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 。超嬉しい、超嬉しい。これはいいよ。76ゲーム16本。いや、やったやった。オッケーオッケー、思い出した。さあ、このビッグ終わったらちょっと、社長にね報告に行きましょう。なんとか投資16本でビッグ戻ってきました。どうしたんですか、どうしたんですか。増やそう。なんか思ってるほど喜んでくれへんかって、ちょっとびっくりしたけど、まあええや。いきます。いきなりやて、もうほんまやめて。もう怖いてマジで、ほんま怖いし、やめてほしい。ちょっと見てこよう、社員たちの様子を。分かった。富吉くんが角のバーサス打ってるから、俺がしれっとここで京志郎2030読んでたらどんな顔するか。ちょっとエッチなんだよな。待って、社長何なされてるんですか。京城2030、これあのジャングルの王者ターちゃんの絵の人じゃないですか。めちゃ面白いから。だいぶ前ですね、20年。めっちゃエロいやん。めっちゃエロいやん。めっちゃエロいやん。急にびっくりした俺。え、何を読んでらっしゃるんですか。え、もう やめはるんですかあれ。いや、キープしてること。キープ、ちょちょちょ、じゃあ物議かもしてまうからキープしてね、京城2030。10分以内、10分以内、10分以内。
いやじゃそんなヒットアンダーウェイみたいなね感じでやっていいことじゃないんで、え あれはいい感じはいい感じなんですよね。設定エウレカ設定じゃでもなんか牛尾くんもだいぶ飲まれてんすよね。もう多分持ち玉ほぼない感じなんですよ。そうでも社長でもマジで思うんですよね。だ移動も確かありっちゃありな、まあ取ってね、まあでも多分どれも多分一緒は一緒なんやろうなとは思うんですけど、まあしかもほら この手の機種、うん、レギュラー中の目打ちもリプレイ外しもできないから、まあ、だったら押し順にしたら取った方がいいのかなという気がするけど、わかりました。枠フラ4ってやつかなこれ。さあ当てれとらんけんな。 ART 中 AT 中絶対ステップアップが発生するわけでもないんよね。モロタで駆動はあ、はあ、冗談ベルやね、うん、うん、あそう逆にってやつ。はい、正解。123ゲームね。全部調子いくわ。3問当てたいね。うわ最初だけでした。よし、ちょっと社内会議やね。残り、1時間弱との1時間ちょいになりましたんで、各々の状況とそのために何をしないかいけないかをちょっと相談話し合い、ほうれん草。よっ、あ、来た。オッケー、頼むわ、マジで頼むわ、ビッグや。お前、いや、これはいいんじゃないの。これそうやな、そういうことやんな。当たってるよな、不安になってきた。やった、やりました。オッケー、136ゲームやったぜ。オッケーオッケー、いいよ、素晴らしい。やった、オッケーオッケー、これでだいぶ気が楽。刺され、くっそ、ラストつながらなかったですけども、まあ獲得233枚 OKOK、 いいです、いいです、 OK、 いい。いやちょっとこの調子で頼むわ、ほんまに順調に増えてってマジで。やっぱり遅れてた、うん、今なんかちょっとそんな気したんだよ。頼むぞ、あと残り60枚ぐらい。バカだな。
頑張ってるよ。1ゲーム連当たってる？ねえ、セーフ。ああ。お、セーフ。ああ、ナイスビッグ。ちょっと、おのおのの状況を知りたいんで。6000円で今飲まれる。ギリギリのところで外で、ね、ちょっと外で、はあ、各々の状況了解です。我々今日何しろ5万円しかありませんでしたから。そうです。これはそうや、そう考えたらそうや。バカバカブリ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 。久しぶりにやったらそろそろダメって言ったことを忘れてんじゃねえかな。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。とめきちやるおの人生バラ色のコーナー。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。